ヘイスティングス競馬場で使われているゲート式発馬機発馬機とは競馬などの競争において使われている前頭を一斉にスタートさせるための設備である。現在の競馬においてはほとんどの競争でゲート式のものが使われており、スターティングゲートまたは略してゲートが発馬機の同義語として使われることも多い。競馬、平地競争や障害競争における発馬機には バリアン式、ゲート式の2種類が存在する。また、つなぎが速歩競争では、モービルスターティングゲートという発馬機が多く、使われている。それらが登場する以前は旗を持ったスターターが、出走場と並び、それが振り下ろされたことを合図として発馬していた。この発馬手順は、19世紀中頃に、ジョッキークラブ会長であったヘンリー・ジョン・ロースの発案によって確立されたものである。 リーチ。しかしこの方法は、スターターの裁量によるところが大きく、不正の温床ともなり得るものであった。またご発想が起きることも少なくなく、それに備えて100ヤード先の地点に補助役が立ち、ご発想の際には旗を上げて、それを知らせるという面倒もあった。リーチ。1952年のオーストラリアで行われたバリアー式による、 発想競馬クラブ時代後期から1936年の間の京都競馬場のバリアー式発馬機。画像は遮断網が上がった状態。中央の白い箱がスターター台。前後に遮断網があるのはスタート時に馬の逆走を防ぐため理に。画像は1923年から1936年の間の何時に撮影されたものかはわからない。 バリアー式発柿はロープを張ることによってスタートラインを仕切り発送前に馬がラインを越えることを防ぐ目的で用いられる装置である。日本ではオーストラリアから導入したことから当初合衆式バリアーと呼ばれていた。またイギリスでは導入当初こちらをスターティングゲートと呼んでいた理算。まず横に貯立させた出走馬の胸の高さにスターティングバリアーと呼ばれる。 ナ縄のロープをフックを利用して貼る。発馬担当者のレバー操作でフックを外すとこのロープが髪型に跳ね上がり、これをスタートの合図とする。装置は勘弁であるが、発送前の位置取りで騎士官の牽制があったり、馬が静止しないため突進や出遅れなどの問題が多く一部の競争を除いて、現在のゲート式に切り替えられた。なお、バリアー式には、軟式バリアーと、 公式バリアーの2種類がある。バリアー式発売機の発導入は1894年のことでオーストラリアでの競争に用いられたものであったリヨン。考案者であるアレクサンダー・グレーがバリアーを制作するきっかけとなったのは機種であった息子のルーベン、アレクサンダーが発送前にチョークで引く。グレーは発売の際に馬が暴れるのはスターターターの旗の旗めきが原因だと考え、 それに代わる手段として一本のロープを用いたバリアを考案した。グレーの発初機が初導入されたのは1894年2月のカンタベリーパーク競馬場であった。公正かつ従来より早く発送できる利点が大きく注目され改良が加えられた後にオーストラリア全体の競馬場へと導入された。その後1897年にはイギリスのニューマーケット競馬場、 理算、1926年には日本、リゴと順次世界中の競馬場へと導入され1932年、五郎には世界の主流発想方式として使用されるようになった。グレーの考案したバリアーは一本のロープによってスタートラインを仕切るもので、スターターがレバーを引くことによってロープ、後に様々な改良型が登場しており、1920年代に ジョンソンとグリーソンという人物らによるロープを5本に増やしたエキスパンダー状の発馬機、またアメリカ合衆国で考案された移動式バリアー発馬機などがある。移動式発馬機は1946年になってオーストラリアに導入されているリーチ。現在においては口述のゲート式の普及により、バリアーによる平地競争の発想はほとんど見られなくなった。一方、 障害競争では、日本やオセアニアなどの一部地域を除き、現在でも主流の発送方式となっているが、イギリスにおいては、1993年のグランドナショナル競争において、バリア式発売機のロープに二度にわたって、馬の顔が引っかかったことと、それを機種に知らせる、サイの係員の不手際で競争不成立になったのを、ケーキにゴム紐のようなものを引っ張っておき、それを放すことで、 スタートするか、あるいは旗を振り下ろすだけで、スタートの合図とする方式が主流となり、バリア式発馬きは使用されなくなりつつある。2009年の香港ダービーにおけるゲート式発馬き。ゲート式発馬きはゲートを張ることによって、スタートラインを仕切り、発送前に馬が越えることを防ぐことを目的とした装置である。スターティングゲート、または単にゲートとも呼ばれ、 現在の平地競争などにおいて主流を占める発馬機である。イギリスではそれ以前のゲートと区別してスターティングストールという故障も使われているリさん多くは電磁石や金具などで回避する機構を持つ下半式のゲートを使用する。枠で仕切ったゲート内に出走場を除立させ、スターターの制御によってそれぞれの枠の扉が一斉に開き、それを持って 発想の合図としている。バリアー式の欠点を解消した発話方法であるが馬には本質的に教書を嫌う性質があるためゲートに入れるための調教が必要となる。また調教により枠入りできるようになっても環境が異なる。実際の競争の段では難重し最悪の場合には発想除外の措置となったケースも存在する。 気象の極めて激しい馬の場合にはこのゲート入りがどうしても解決できずに結果として競争馬失格となる場合も見受けられる。電動式のスターティングゲートが最初に導入されたのはカナダにあるエキシビジョンパーク競馬場で1939年7月1日に初のゲートによる発売で競争が行われたリログ。ゲート式発売機を考案したのは エキシビジョンパークでスターターを務めていたクレイ・ピュエットで発送に時間と手間がかかるというバリアー式の欠点を解消するために制作した。エキシビジョンパーク競馬場で公開された後、アメリカ合衆国の西海岸の競馬場を中心に導入するところが拡大していった。九百四十年代の終わりには、ピュエットのゲートはほぼべてのアメリカの競馬場で導入されるようになり、後に、 全世界へと波及していった。イギリスにおいての導入は1965年7月8日が最初でニューマーケット競馬場のチェスターフィールドステークスで試験的に使用されて以来順次浸透していったリナナ、リサン。ピュエットは自身の会社でゲートの製造を行っていたが1958年に事業を拡大してアリゾナ州フェニックスにトゥルーセンターゲートという会社を起こした。 リハチ。同社の製造するゲートの世界シェアは現在でも大きく、北アメリカのほとんどの競馬場で導入されているほか、南アメリカやカリブ諸国、サウジアラビアの競馬場でも使われている。ゲートは全馬が横一列に並ぶように設計されており、それぞれの仕切りの前後に扉が付けられている。競走馬はこの後ろの扉からゲート 通常は、前の扉は発送まで開くことはないが、ゲート入りを怖がる馬を誘導するために、発送前に開く場合もある。ゲート前方の扉は主に電動式で開閉される。この扉は、眼鏡に閉じられてはおらず、馬が暴れた場合などには、馬の力でも開けられるように設計されており、これによって馬や騎手が怪我をしにくくしている。 ゲート内の全場の準備が整ったと、スターターに見なされるとスターターはボタンを押して前方の扉を開き、発馬される。北米で使用されている多くのゲートは、発馬時にベルが鳴り、また同時に投票システムに投票締め切りの合図を送る仕組みとなっている。バリアー式に比べ、ゲート式には出走等数の上限が制限されるという欠点がある。 北米では主に12頭から14頭用のゲートが主流となっており、それより多頭数の競争では補助用ゲートが用意される。また、長距離用などのためにより、小頭数向けのゲートもある。フィンランドバーも競馬場のモービルゲート、つなぎが速歩競争では、モービルスターティングゲートによる発送が行われている。このゲートは自動車の上部に、 金属製の羽根が2枚組み合わされた形状をしている。つなぎが速歩競争ではゲートが走りながら、発馬の準備を行う。ゲートは羽根を左右に広げて、コースの横幅を追い、出走馬はその羽根の後ろに控えるように走りながら、発走を待つ形でトラックを周回する。そしてスタートラインに到達した時に、ゲートは羽根を畳み、前方に離れて、発馬となる。 この発想形式は1920年代のメキシコのティフアナ競馬場のものが史上初とされ、離宮20世紀中盤よりアメリカ合衆国などでも導入され、これによって後発想の大幅な削減に成功したとある。この形式では、スターターは発馬機の後方に乗り、真正面に出走馬を見ながら発想の合図を行う。スタートライン到達時に出走馬が公正な状態に、 ないと判断した場合、発送準備の再開を行う場合がある。また、つなぎが速歩競争においても、距離差によるハンデキャップ競争の場合には、バリアー式に似たテープによる仕切りを用意し、そこから発送させる方式を取る。日本においても当初は、ジョッキークラブ由来の旗を振り下ろす方式での発送であったが1926年に、バリアー式発売機が導入され、 以後主流の発送方式となった、リゴ地方競馬の初馬記、初馬切りを拒む馬と、初馬切りを促す関係者ゲート式初馬記の初導入は、1953年3月の大井競馬場、リジュをはじめとする、地方競馬の南関東地区である。ここで導入されたのは、宮寺式と呼ばれる、初馬記で、故障は開発者の宮寺の信夫に由来している。 宮地野は大井競馬場の近くで自動車修理工場を営んでいた人物で競馬好きが講じて個人でアメリカより特許を購入し自ら図面を引いてそれを競馬場に売り込んでいるリ11宮地式の特徴は電磁石の力だけで開閉を制御する構造にあり金具を使わず磁力のみによって兵否状態を維持しているため暴れた馬が突破してもゲートが開くだけで 破損が起きにくく、メンテナンスが容易という利点がある。近年は後術する JRA 式を導入しているところも存在するが、南関東をはじめ多くの地方競馬場では現在でも、この宮寺式の改良型、宮寺の FM 式が使用されている。中央競馬の初薪中央競馬では、1960年7月2日の小倉競馬場の三歳線からゲートが導入された、 ここで使用されたのは、ニュージーランドの競馬で使用されていた、ウッド式と呼ばれるもので、製作者であるエドウィン・ハズウェル・ウッドの指導のもとに、日本中央競馬会と野沢組の技術者によって開発されたものが使われた、リ12。パイプを組み合わせた形状の扉が開いて、発想となるもので、4枠で一単位を構成する、ゲートを組み合わせて使用するものであった。 ゴム動力が使われているのが特徴的で、また全体的に軽いため運搬しやすく、シワを痛めにくい特徴があった。しかし当初のものは足元にパイプがあって、馬がつまずきやすく、また軽いため馬が暴れただけでもゲートが動きやすいなど、問題のある構造でもあった。1965年に中央競馬会の要請を受けて野沢組から日本発脇株式会社が分社し、 以後中央競馬のゲート管理と保守及び発送準備を担当している理1にゲートもその後改良が加えられ、1975年より JSG48 型という電動式、油圧式の発売機が使われるようになった理1にそれ以降も育児にもわたる改良が施されており、1985年以降は日本製工所が JSS の注文を受けて製造しているリ13。現在は2015年6月より導入された JSS40 型が使われているリゴ現在の JRA 式と呼ばれるゲートは金具と電磁石の併用による電動回避をするシステムとなっており、回避タイミングの誤差は小さくなっている。ただし馬のゲート突破などによる金具の破損などの問題により、 外枠発想などの競争結果にも関わる問題が生じる欠点が地方競馬で主流の宮寺式との比較などで指摘されている。フレームのカラーリングは1990年まで青色のものが使われていたが、同年6月の福島及び中京開催から緑色に変更され、現在に至っている。日本で行われていたつなぎが速歩競争では、 出走場に与えられた距離ハンデの場所に停止した上で、スターターの振り下ろす赤旗を合図に発送していたが、中央競馬においては、海外からトロッター種を輸入した1956年に、モービルスターティングゲートも導入され使用されていた。しかしながら、日本の速歩場は、能力差が大きく、走りながらの発送ではかえって発送が整わない、ことが多かったことから1959年には、 使用が中止され元の距離ハンデによる発送方法に戻った。中央競馬では1968年、また地方競馬も1971年を最後につなぎが速歩競争を廃止しており、現在この発送方式は使われていない。競馬以外の競争における発馬器相当のものとして、グレーハウンド競争などではゲート式発馬器を小さくしたようなスターティングボックスが、 使われている。スターティングボックスは、おおむね8頭、または9頭の犬が、それぞれの仕切りに収まるようになっている。各犬は、ボックスの後方より入れられ、発送時には、前方の蓋が上方向に開く。前方に見えるルアーが、数メートルまで迫ったところが発送の合図で、それぞれの箱の前方は、それが見える窓となっている。ありがとうございます。